どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これやってみました。巻きが取れない方法になります。結構巻いてもすぐにもうカールが取れちゃってダラーンとしたりするよっていう方って結構いらっしゃるかなと思うんですけど、もうその方って多分ある一個のポイントをすればかなり持つと思います。一日猫っけの方だったりとかって結構ほんとダランとしやすいと思うんですけど、多分それでも今までよりは多分持つ方法になってるかなと思いますので、いつもこう巻いてて悩んでた方、一回この方法でやってみてください。多分いつもより持つと思います。よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず巻き紙ウォーターをつけていきます。溶かしていきます。ここでオイルはつけません。ドライヤーで乾かしていきます。髪の毛を巻く厚さを厚くするんではなくて少なめにとって巻いていきます。巻いた時にこの形を崩さないようにやっていきます。このままの状態で自然に冷ましていきます。反対側はそのまま巻いていきます。同じように少なめにとって巻いていきます。巻いた後はほぐしながらカールをほどいていきます。こんな感じで巻き終わりました。このまま冷ましていきます。ブラシで溶かしていきます。溶かした後のカールの状態です。左側は結構しっかりと残ってて、右側がちょっとダランとしてる感じになってます。かなり使える方法ですので、よかったら参考にしてみてください。